皆さん、こんにちは。ショマニです。今回紹介するトミカは、ナンバー80番のジープラングラーです。スケールは65分の1で、アクションはハードトップ脱着になります。つまり、こちらは通常バージョンになります。でボディカラーの色はえ、深い緑色ですかね。深い緑色と、黒のツートンカラーになります。 こちらにジープのロゴマークが書かれていますね。それでは開封していきます。組み換えの術があってました。時間短縮のため。省略させていただきます。 こちらで、すねで前はこんな感じになっています。フロントの部分にはジープのロゴマーク、エンベルマが書かれています。英語で書かれていますね。で、後ろはこんな感じです。タイヤの部分なんですが、そこにジープのロゴマークが書かれています。 英語で書かれていますね。で、上はこんな感じで、下はこんな感じになっています。メイドインベトナム、ベトナム製になります。で、ナンバーは80番で、スケールは65分の1になります。で、2015年製のトミカになります。で、ジープラングラーと英語で書かれています。その下にも英語が、英語が書かれていますね。で、トミートミカという文字も書かれています。英語で書かれています。で、アクションは、 サスペンションはなくて、ハードトップ脱着になります。で、中はこんな感じになっています。あと、タイヤのホイールも、通常の止み方は違いますね。反対側も同じです。で、走りはこんな感じです、えー。以上で紹介を終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、失礼します。